ライアッ1,200人いますと 1, 人いるけど1件も売れてないですっていうあ 1, 件1件は売れてるのか,なか1万しか売り上げ上がってないですっていう人が前に来たんですよね。1200リスト LINE アットお友達いて 1, 1万しか売り上げてないですみたいな。もう逆に僕は不思議でしょうがなかったんですけど、ね、1,000リストあったら最低でも500万から1,000万ぐらいはいくはずだろうと。で売ってる単価としてもそんな悪くはないだけど全然売れないと。ね で何が原因なのかって調べてみたら営業が結局できないんでですよ営営業がそう営業ががきなかったあと LINE アップの配信がね、うんあれだったまあ、そもそも、ね、彼女の場合は売ってなかったというところが原因だったわけですけどそうリストは取れてるけど制約しないと問題が起きて基本的で商品が売れないのはもう基本的に営業の以前にも LINE アップでの教育で信頼関係ができていない。うん で逆にこの LINE アプトでの教育ができてたらあのお客さんはですね本当にそれ欲しかったらお買いなくてもお客さんって商品買うんですよでさらに言うと営業そんなにゴリゴリしなくてもまあゴリゴリ営業はあんまやめていただきたいんですけどあの営業そんなにうまくなくても教育できてたら売れるんですよねお客さんの方から欲しいって状態になってるんで説得がいられないってことですよそうだからいわゆるまあこのマーケティングにおいてはこの LINE アプトを使った教育でえ基本的に お客さん2割のお客さんっていうのは、まあ、今すぐ買うっていう今すぐ客っていうのが大体2割いるわけですよ。2割の人は今すぐ買うしで6割の人は迷ってるわけですね購入を検討している。で残りの2割の人っていうのは絶対に何が何でも買いませんって決めてる人も2割いる。この人にいくら影響しても商品ってはまあ売れないんでじゃあ見込みのお客様っていうのは何なのって言ったらここの8割のお客さんですよ。 この8割の割お客さんを集めますで2割のお客さんっていうのはラインアップ入ってきた時点でもうすぐに問い合わせが入ったりとかそこからすぐに商品売れたりとか、まあ、するしやすかったりするんですね比較的だけどこの6割のお客さんっていうのはまだ階段のね一番下側にいるとで階段の上側にここにお客さんがいたとしてまだあなたのことをよく分かってないという状態になるわけですよこっからすぐに、まあ、今数百のお客さんってもここにいるわけですから そのうち客と言いますねこの迷ってるおお客客ささんんそののうちと言ったりしますけどま今まだ客って言ったりもしますけどねその,そのうち客のお客さんは6割がここに留まってるわけですよラインアットに登録した時点でこのお客さんに一歩一歩信頼関係を構築していって今すぐ客のお客さんに成長させてあげることができるのがもうランアットですねだからみんな自分が何で今ランアット使っているのかっていうと今すぐ客のお客様に成長させてあげるためのもう 最も効率的に信頼関係を構築できるコミュニケーションバイタリーその最強なサイト玉例が今も LINE アットであるということです、うん、大手も LINE アット使ってますよライザップとかも、うん、あのー、そうだしニトリとかもね使ってますね東京ディズニーリゾート東京カレンダーさんとかもそうだし朝日ビルとかもそうですけど上場企業も使っているでこの LINE アットをね使ってで基本的に売れない理由はもう教育にあるともう100%教育と言っても過言ではないです じゃあこの教育をね、えー、構築していくためにどうすればいいのかっていうとまずこの6個のねポイントをちょっと見直していただきたいなというふうに思いますね6個僕らが今までね合計何百名以上もね生産見てきた中でやっぱりこの6個ですうんあ,あとちょっとで売上上がるんだけど今一歩ちょっと躊躇してるといる方もやっぱりいっぱいいらっしゃると思うんですよねあとちょっとなのにみたいなその方はこの6個の点をですね見直していただきたいなというふうに思いますまず1個目 l i n e ットの 配信を適度にやっているのかってことですね。LINE、えー、アットの配信を適度にやってるのってことですね。で、まあ、これ、配信頻度の話をまたしますけども、で、2つ目、LINE アット、YouTube の配信ちゃんとやってるってことですね。LINE アットから YouTube。LINE、まあ、アットでちゃんと YouTube 流している ?3 つ目、お役で情報のみ送ってないって話です。LINE アットでお役で情報のみ送ってる。4つ目、一対一トークで親身になりすぎ。5つ目、お客さん悩みに寄り添えているのか。 ね、これさっき言ったお客様の究極理解のとこですね。で6つ目はちゃんと売ってるのかと、うん、そもそも売ってるのって話ですね。まあ、これ順番やっていきますけどえまず1個目これね丸1ねまずラインアウの配信は適度にやってるのって話から見ていきますけどこの配信頻度ね基本的にこれ、えー、配信頻度は3日にから4日に1回とこれコーチコンサルセラピストさんお教室業カウンセラーなどの対人支援型ビジネスとか、まあ、キャラクタービジネスを している方物販もこれれに含まれますそういう方は、まあ、3日に1回ですね3日に1回で OK ですで1週間に1回だとやっぱお客さんに忘れられちゃうんですね忘れられちゃう接触回数はやっぱり大事ですザイアンスの法則っていうのがあるますけど単純接触頻度ですねこれで信頼感が構築していくから、まあ、3日に1回毎日だとさすがにブロックされると、うんまあ、僕の場合は高校かけてるんで毎日やってますけどあの皆さんの場合は毎日やるとブロックすごくなるんで、まあ、3日に1回の方がいいですね 高校かけてない段階だったら。で、次。はい。えっ、ー、店舗系の場合ですね。店舗系の場合とかは、今、一人治療院やってます。一人エステサ,サロンやってますとか、こじんまりと飲食店やってます。で、自分自身がキャラクターとして発信してるよっていう場合とかもそうなんですけど、その場合は、まあ、週に1回です、配信は。で、多くても週に2回までですね、店舗系は。うん。店舗系は週に2回までという形になります。で、あとね、意外とこれ盲点なんですけど、LINE アットのアカウントの名前ってあるんですよ。 アカウントの名前でこのアカウントの名前はちょっと直した方がいいよっていうのがあって、まあ、僕もちょっと気づいた順にちょっと指摘はしているんですけど LINE アットのアカウント名はこれですねあのなまず名出しできる人と名出しできない人っていると思うんですねで名出しできない人は例えばダイエット情報局とかなんとかチャンネルでいいと思うんですけど、えっと、名出しできるよって人は名前は LINE アットのアカウント名は、まあ、できればフルネームの方が 反応率は上がりますねフルネームのみでよくあるのが例えば「北野修二公式 LINE アット」とか「公式なんちゃら」ってつけるともうビジネス集が出ちゃうんであこの LINE ビジネス版だからあ,ビジあの業者だからあとでいいやって言ってお客さんにスルーされやすくなっちゃうんですよ。まあ、あくまでお客さんからしたら個人でお友達から LINE が届いているだから今すぐ開かなきゃっていう状態になってもらいたいんで LINE アットの名前は「 個人でやってるコーチコンサル系の人はフルネームでやった方がいいしでさらに言うと店舗系の方とかであったとしても一人治療院とか自分自身を、えー、もうキャラクタービジネスとして発信してるよって人はフルネームだけの方がいいですねなんとかなんとかその人が生態やっていったとしてもエステやってたとしてもフルネームのみの方がやっぱ反応がいいですだ公式なんちゃらとかカッコつけてつけないってことですねうん名らしできない人はあの公式チャンネルとかでも全然大丈夫なんですけれども名らしできる人はフルネームのみの方が反応がいい で逆に、じゃあ、LINE アットで店舗系の人は店舗名の方がいいんですかっていう質問があるんですけど、まあ、スタッフが何名もいて、他店舗展開してるよとか、フランチャイズでやってるよとかっていう場合とかでもう、その店舗さんは、もう自分自身が代表ではない、なんか大企業が複数、共同代表がいっぱいいて、スタッフも抱えてるという、人一人強いんじゃない場合とかは、組織的にやってるとこは、お店の名前で認知を広めていくので、お店の名前でやっていくという形になります。 はい、で次、LINE、えー、アットの配信文章難しくなってないって話ですね。配信の文で、ね、漢字、多くないって感じですね。漢字多すぎると、なんか難しそうって感じるんですよね、うんそう。漢字ばっかりとかね、文字数多くない。で文字数は基本的にあれですよね。これ、分かる人います ?LINE アットの適正文字数。これ、一番最初のとき、セミナーで多分、僕、お伝えしたと思うんですけど、分かるよって人。はい あ素晴らしい、正解です。300文字から500文字ですね。実際、人が 60,、えー、60秒1、1分間の間に読める文字数っていうのが、まあ、大体300文字から、あまあ、400文字から500文字前後って言われてるんですね。だから、読むのに1分以上かかる文章ってそもそも読まれないよって話ですね。で、まあ、マックスでも800文字です。まあ、セミナー誘導とかでは長くても800文字ぐらいで抑えると。で、通常は300から500。で、えーまあ、もっと言うとですね、この文字数なんですけど、たまに、 100文字以下のメッセージをキュッて超短いメッセージですねショートメッセージを送るとすごい回復率上がったりしますね、うん、最近なんかちょっと YouTube 配信してるけどなんか再生回数見てもあんまり見られてないんじゃないかなと思ったらちょっとお客さんとコミュニケーションを取るような配信にしてあげるでちょっと短めの本当にもう3行ぐらいでもう吹き出しでら僕らが最近テストした中でやっぱ反応良かったのは急に短いメッセージある日突然送るんですよ。これどう思いますとか LINE アットって基本的にコミュニケーションツールなんですよでコミュニケーションツールなんでコミュニケーーションツールとしてはやっぱ問いかけこれが結構やっぱ協力的だったりするわけね、まあ、一人一人にもう個人で LINE 送っているような感じですねこれどう思いますとかで下の方にリンク貼ってあるとかね YouTube のリンク貼ってあるとかブログでもそういきなりこれどう思いますとか、ね、ポーンと送るとか えー、例えばあの美容についてこれ例えばですけど美容について私はこう思うんだけどぶっちゃけどうみたいなぶっちゃけどう考えですかみたいなぶっちゃけどう思います まあ、○○丸さんはどう思います?」っていうね「どう思います?」とか「あれ見ていただけましたか?」とか絶対に毎回あの疑問系で問いかけをしてあげるっていうのがいいと思いますそうするとすごい返信来るようになるんですよライトでね。昨日のあれ見ていただけましたかあれどうでしたか感想お待ちしてますっていうのを一言添えてあげるとかそういう短文のメッセージの配信をしてあげるとお客さんがすごい反応来る今まで眠ってたお客さんもアクションしてくれるようになる。 でそこからファンになってくれたりするってこともあるんで、そういったちょっと、ね、あの配信でコミュニケーションを取っていく問いかけの配信というのは、ね、ぜひやってみていただきたいなというふうふに、ね、思いますで。あと、画像を一緒に送る。これね、ねマストです。画像はもうできるだけ毎回一緒に送ったほうがいいということになります。画像ねちょっとこれ事例をお見せすると。私のねラインアット。 これね、ラインアットは、ね、画像と一緒にセットで送るというのが大事ですね、はい。これは私のラインアットなわけですけどす、ねはいまあ、画像とセットに送る。 で例えば YouTube ライブする時とかもあの絶対こうやって写真とかにフォントで文字を入れてねこれをやってあげるで YouTube ライブの時とかはな何時からスタートしますよっていうのを視覚化して教えてあげるとやっぱりお客さんの記憶に残りやすいのでできる限りこうやってねあえて文字化してるとだぶっちゃけ本質としてはこんな別に写真なくてもいいんですよ無字背景の写真に日時と時間でいついつか YouTube ライブやりますっていうのをフォントで記した画像を送ってあげるだけでも まあ効果は全然あるしまあこういう画像で視覚化させてあげるっていうのがすごい重要ですね視覚化をさせてあげる文章だけだとやっぱり伝わらないことっていっぱいあるんですよね文章だけだとあの伝わらないことっていっぱいあるはい あとやっぱラインアップの配信が大事になってくるのは先ほどもあったようにお役立ち情報だけの配信になってないって話があって結局これで大事なのがいわゆる重い価値観の共有なんですよ重い価値観の共有うん重い価値観の共有ねノウハウ6割重い価値観の共有4割くらいのイメージでも構わないくらいですねであの基本的に例えばじゃあうちの会社だったらじゃあスタッフと一緒にこういうところ行ってきましたとかこういうのを発信すると あ、秀司さんって意外とこういう一面あるんだなとかねあ意外とこの人怖そうだったけどパッと見怖そうだったけどあ、こんな一面あるんだって言ってお客さんは逆に安心してくれたりするんですね安心してくれたりするだから自分のプライベートとかをどんどん見せるこれがいわゆるキャラの発信なんですよねキャラの発信、まあ、今ねこれ動画とか送れるんですよ LINE やっとってこれすき焼きの動画を送ったりねそうでこういう動画をパッと送ると急にすき焼きの動画が送られてくる何だ何だと 見てくれるようになったりとか、ね、だからラインアットっていうのは基本的に本質はもう飽きさせないってことなんですお客さんを。お客さんを飽きさせないエンターテイナーになるってことですね簡単に言うと。僕らもいろいろ工夫をしてたりするわけですけどもこれ写真ですよ写真。写真で自分を発信していくと,ということですね。 画像の方が情報量が多いということですね。そして、まあ、こういった点にね、えー、しっかりと押さえていただいて。で、あと参考例としてね、ちょっとうまいなと思った人の LINE アット配信ね、ちょっとこっちにまとめてみたんですけど、まあ、この中島優子さんはですね、別にうちの生徒さんというわけではなくて、ただ私の知り合いのね、でまあ、結構インスタグラムで、まあ、どちらかというとその企業案件の獲得の仕方とかをあの教えられている女性起業家の方なんですけど、まあ、フォロワーリって皆さん知ってますここに書いてあるんですけど、フォロワーリ。 フォロワーに聞いいたここととああるよって人、はい、ありがとうございますそうこれね例えばインスタ2500人フォロワーいたらクルージングタダで行けますとかね、まあ、逆に宣伝してくれたらとか,からそういうのがまあ審査は一応あるらしいんですけどそういうのがあるとでそのそれに行ってきましたって話なんですねでフォロワーにクルーズから帰ってきました一番左の写真ね帰ってきましたよで、えー、私がやってきた数々の PR 案件の中でも群を抜いて羨ましいと言われることが高いクルーズ旅行と。 でそのじゃあ私ちゃんとそのクルーズ行けてますよってエビデンスを見せるんですね視覚化してこの画像にして視覚化させるっていうのは憧れをまあ憧れをね買うっていう意味もそうですしあとはまあ画像とセットにして送るっていううまい例としては前川雅治さんってね一応卒業生で治療科で今月賞で1,000万ぐらいいってんのかなもう年間で1億ぐらいいってますけども前川さんとかだったら ライト配信ですねで受講生さんの売り上げを文字で107万2,000円って書くんじゃなくて電卓であえて打ち込んでもらってるんでですよ電卓であえ107万2,000っていうふうな斜面に送ってもらってるとこれをやると臨場感ちょっとリアルなんですよね文字で17、えー、万2,000円って書くより電卓で書いてあげた方がいいなぜかっていうと電卓って基本的にお金の計算するときに使うもんだよね っていうイメージと脳でリンクすするんですよ無意識にねだからその電卓で172,000円出ると本当にあ自分も電卓を打つ時にお金のね今月の集計とか経理計算する時に今月売り上げ172,000円打ち込んでる自分とねよだから自分もこれぐらい稼げるじゃないかっていうイメージに近しいんですよねこの電卓っていうのはお金を計算する時に使うものなんでまあアンカリングって言ったりするんですけど。うん なのでこう,う電卓を使ってあげるとよりお客さんはそれは自分を本当に稼いでるそういった状況をイメージしやすいのであえて電卓を使ったりとかいうやり方ですね、まあ、これは何かまあマーケティング系の方とか企業支援コンサルしている方とかだったらまあ使えるやり方かなと思いますねダイエットしてる人とかだったらあのダイエットの何か何キロやらせたっていうアプリの画面のスクショとかですね、うん、そういったものはどんどん使えるかなと思いますで一番右側はあの松江うやってる青い、えー、と青井さんですね でまあ、新三重県でお返ししてやってる方ってインスタで毎月月15人以上かな平均10人から15人の新規ライトを獲得している方なんですがこの青井さんはですね、まあ、お客さんはなかなか実績者のお声を取らせてくれないというところでもう自分で取っちゃえとで自分でビフォーアフター載せてるっていう方ですね自分で載せてるそうで松江区で時短生活をしましょうと今晩はようやく子供が保育園にありました我が家の朝はバタバタですほぼすっぴんで外に出てしまう時もしょっちゅうあるんですが松江区のおかげでなんとかなってます 画像は別になくてもいいんですけどあった方がやっぱ情報量が多いんでそれだけでやっぱり、ね、ファンになりやすかったりとかそこからエビデンスをねしっかりとあなるほどとイメージをさせるってことですね。